井原温泉には誰もがホットケン、昔ながらのホットケーキがある。これは浜さんもホットケンが、これね、コーヒー、ホットコーヒーと、はい、だいたい今皆さんホットケーキ、ね、本当ですか、どうしますか、コーヒーはすぐにでもできますけども、ホットケーキは10分かかります。もう先に飲みます。はい、お願いします。はい、メニューを見ていきましょう。一番左上、温泉上がりのビールも置いてくださってますね。昭和の代表、クリームソーダもございます。そして食事のメニューもオムライス、ピラフ、スパゲッティなど豊富です。そしてこちらのクリームみつ豆、魅力的ですね。はい、そしてですね、こちらのサボテン、喫茶サボテンさん、なんと昭和天皇にコーヒーを献上したというですね、そのコーヒーが未だに同じ豆で提供していただけるというですね、スペシャルなコーヒーが飲めるお店でもあるんです。時空の香りと書いてありますが、コーヒー400円、そうなんです、400円でいただけるんです。こちらが献上した時の様子ですね。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ダブルハマイ。間違いない。やっぱホットケーキが大人気なんですね。まあ、今年で62年目なんですけど。62年。はい。いや、最初から
初代が焼いてたんですけど。ああ、できるだけもうそのままの感じというか。そうです、はい。ああ、これ62年前のホットケーキっていうことですね。すごい。厚みもすごい。テレビとか雑誌の今実験がうわありますからね。うわ。先日もあったばっかりですね。また今度ジャケンっていう。ジャケン。雑誌のあれにも出ます。すごい。この今日いただいてるコーヒーもそのこの天皇。そうです。あーそう、同じ豆です。同じ豆。うーん、そんなに苦味もないし飲みやすい。飲みやすいですね。5種類ほどの、ね、豆のブレンドなんで、うん、5種類ほどの豆のブレンド。外にあのサボテンの絵とかあの顔が覗ける絵とかあるじゃないですか。それはまた別に、うん、あの知り合いの若手の作家がね、はあ、ええ、はあ、あの温泉の中の何か所かへ、うんうん、顔出しパネルを作ったり。はあ、なるほど。そう、絵も上手だけどなんかユニークというか書いてあることが面白かったですね。62年ってすごいな。びっくりしたな。やっぱこのホットケーキ以外ってなるともう食事のメニューはやっぱりそのスパゲッティ中華。スパゲッティの鉄板に卵を引いてね、イタリアのミートが半分半分になって、やっぱそれが大人気なんですね。ふわふわや。ほんならもうこのホットケーキもな何百枚何千枚って焼いてきたみたいな感じですね。ほんまに。ダブルハマイ。このバターっていうかマーガリンっていうか バターですかね。ちょっと別特別のね。やっぱりね、ちょっと塩味が、はい、の強めで結構業務用のね。あ、業務用の。このホットケーキとすごいバランスが合いますね。うん、そうです、うんうん、あまり甘いのを嫌われる方はね、ええ、そういうあのマーガリンのね、バターの入った感じ、うん、美味しいです。これは一回食べてみていただきたい感じのやつですね。天皇陛下は1回ですけど、常陸宮様、高松宮様、三笠宮様、ほとんどあの皇族 の、ええ、あの昭和天皇のご兄弟とか、ええ、そういう方はもう大体に来られてましたから、その都度出してましたからね。そうですか。天皇陛下の場合はもう全然別ですからね、うん、あ、全てあの変えてしまいますから。すげえな。器は宮内庁からね持ってこられますし。ああ。はい。ですから天皇陛下の場合はもう、うん、私がまあ12歳の頃でしたけども、1週間前から消毒してましたからね。家の中全部消毒して、薬を飲まされていろいろと。あ、そうですか。病気が全然出ないよ。うわあ、徹底ぶりがすごいですね。だからもう、あの、岡山県警のね、機動隊が守りで、親父とおふくろがもう白衣を着て、そのホテルに行って、お水を詰まれも全部検査して、それがもう天皇陛下以外の、あの、その頃の今の、上皇様、若い頃、はい、あの、格が全然違うんですわ。取り扱いがね、それから下地のその昭和天皇の弟さんの、あ、弟さんじゃなくて上皇様の弟さんの下地の宮さん、はいはい、それから、昭和天皇の弟さんの三笠の宮様、うん、はい、高松の宮様、配合が全然違うんですよ。そうなんですか。もう格の違いなんです、うん。観光客の方とかぼちぼちやっぱ増えてきてたりします？まあ前よりはあの、うん、コロナの時期よりは多いになりましたけど、はい、10月はそこそこ旅館も入ってますからね、うん、ああよかったですね。本当皆さんも湯原温泉いいとこなんでぜひお越しください。あ、これも作りもいいですね。ログハウスみたいな感じで、もうこれも30年ぐらい、うん、
あ、そうですか。なんですよ。めちゃめちゃ綺麗ですね。もう3回ぐらい改装して。あ、そうですか。はい、これだから綺麗です。趣味の世界ですか。じゃあもう62年前の場所は同じだけど。一緒ですけど、昔はレンガ作りでね。うん、あ、昔はレンガ作り。で、シャンデリアがついて。あらら。やっぱり昔は昔のね、良さがあって。そうですね。ダブルハマジ。ちょっと寒さが違いますね。全然違いますよ。ねえ、岡山の方にはこの辺の寒さわからないと思います。ねえ、雪の量が違うしね。あ、やっぱそうですよね。確かに。ここ最近はここ何日かのうちに一気にあの南部も朝と晩はやっぱり、ね、寒くなりましたね。山陽放送の今時っていう。あ、知ってます。あれの一ヶ月ほど前、ちょうど。それ多分。うちのホットケーキとあれが。うん、それ多分見てだと思うんですよ。自分も、うん、記憶になんかあって、それ見てこようと思ったと思うんですよ。中岡に産業を取られて、うん、ここで取材して、はい、開けたままにしとる前が来るけらした。テレビの取材もね、結構来てるっていうことですよ。このホットケーキ、これも多分古いんじゃないかな。これ見たことある。あー、ギリからこうやってるの一本。あ、うまっ。なんかほんま可愛い、なんか可愛ごちそうさまでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こだわりじゃな、こりゃ。もうすごいよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。美味しかった。村井がおるな思ったらね、これ顔が真っ二つ切られとるやないかい。はい、行ってきました。サボテンさんですね。もうね、山陽放送さんでね、ちょっと見かけたことあるお店だったんですけども、このね、ホットケーキ、そしてね、昭和天皇に献上したというコーヒーいただいてきたわけですけども、このね、マーガリンというか、バター、これの塩味とね、ちょうどホットケーキの、甘さがね、絶妙に絡み合って、これはね、非常におすすめのホットケーキでございました。62年間ね、先代から変わらずあるホットケーキということでね、非常に懐かしい感じの、美味しかったです。はい、ということでね、この温泉地なんでね、ぜひ観光に来られた際はね、ちょっとゆっくりまったりするのに、ね、寄ってみてください。それじゃあみんな、またね。すごい廃墟感。